き、すりかみ浄水場で水をきれいにする仕組みを勉強してきたけど、私にもできるのかな？できるよ。あ、水道局の方だ。すりかみ浄水場で薬品を入れて濁りの塊、フロックを作ること、砂と砂利を使ってろ過すること、消毒のために塩素を入れること、この3つを勉強したよね。はい。この3つのうち、薬品を入れてフロックを作ること、砂と砂利を使ってろ過すること、この2つの実験をして水をきれいにしてみよう。わかりました。じゃあこの2つの汚れ水を使って泥水をきれいにしてみるね。最初にこの薬を使ってフロック、汚れの塊を作るよ。薬をミキちゃんの方にだけ入れるね。じゃあ最初に1分間この汚れ水をかき混ぜます。1分間、用意、スタート。はい、じゃあ次に2分間ゆっくりかき混ぜます。割り箸がピーカーに触らないようにゆっくりかき混ぜよう。よし、終わり。じゃあ最初に薬の説明をします。薬はポリ塩化アルミニウムという薬です。すりかみ浄水場でも使っている薬で、濁りの塊、フロックを作る薬です。最初の1分間でビーカーの中に薬が行き届くようにかき混ぜました。次の2分間ではフロックができるようにゆっくりかき混ぜました。今は出来上がったフロックが下に沈んでいるのを観察する時間です。ミキちゃん、2つのビーカー2つ並べて見てみて。薬を入れた方と薬を入れてない方、上の方と下の方、両方比べて見てみて。薬を入れた方は下に汚れが溜まっていて、上の方の水がきれいになっていますね。下に沈んでいった汚れをフロックというんだ。これをすりかみ浄水場でも作っていたんだよ。そうなんですね。じゃあ次にフロックで上がきれいになった水を砂利と砂を使ってもっときれいにしてみよう。はい。じゃあこのペットボトルに砂利と砂を入れてください。わかりました。じゃあ最初に砂利を入れてね。はい。砂を入れます。はい、これでろ過装置の完成です。すりかみ浄水場でも砂利と砂を使って水をきれいにしてます。次にさっき薬を入れてフロックを作った水を上からゆっくり注いでみてごらん。わかりました。
火葬地を通った水、下に流れてきた水、ゆきちゃん見て。薬を入れてない水、薬を入れただけの水、ろ過装置を通った水、3つ比べてどう思う？最初のと比べてすごく透明になって綺麗になってますね。そう。みきちゃん、この砂の層をよく見てごらん。はい。この砂のところに黒い小さな粒々が見えるでしょ。はい。この粒々が元々の汚れなんだよ。そうだったんですね。この汚れが隙間の小さな砂の層の間を通れなくて、下に出てきたのが綺麗な水だけなんだ。そうなんですね。釣り上浄水場でもこの砂と砂利を使って水をきれいにしてるんだ。この出てきたきれいな水、飲んでみたい？でも塩素入ってないですよね。そうだね。このようにして水がきれいになるんですね。水道局のおじさん、今日はありがとうございました。どうもありがとう。じゃあまたね。